こんにちは。初心の方に知っていただきたい当院の治療の流れとその内容についてご説明させていただきます。この動画では全体の流れと治療の内容、定期検診のご案内、中断時のトラブル、キャンセルポリシーについてご説明いたします。まず問診票にご記入いただきます。今日はご記入いただいた問診票をもとに、落ち着いた雰囲気の個室で患者様のお話をしっかりとお伺いします。なぜ痛いのか、なぜ悪くなったのか、どのような治療方法があるのかなど、患者様の歯とお口の現状を把握するためにレントゲン撮影、お口の中の写真撮影、歯周病の検査、虫歯の検査、位相差顕微鏡検査、唾液検査などを行います。レントゲン撮影では見ただけでは分かりにくい虫歯や親知らずの位置、歯を支えている骨の状態などを確認します。口腔内写真では歯茎の色や状態、虫歯や歯並びなどをご覧いただきながら、お口の中の状態をご説明いたします。歯周病、歯肉炎の検査では目盛りのついた器具を使って歯と歯茎の境目にある溝の深さ、いわゆる歯周ポケットを測ります。これで歯周病の進行度がわかります。虫歯検査では歯科医師が虫歯の位置や状態などを確認していきます。位相差顕微鏡検査では患者様のプラークを採取して歯周病菌の量や種類を調べます。唾液検査では患者様の唾液を採取して虫歯菌の量や種類を調べます。なお、痛みなどがあってご来院される患者様にはそれをひとまず解消できるような処置をさせていただきますのでご安心ください。口腔内写真、歯の状態、レントゲン写真などをご覧いただきながら治療計画のご説明を行います。周りの歯茎も腫れやすかった。その後、患者様の状態に応じて歯周病の処置や予防のための処置を進めていきます。土台となる歯茎の治療を行うことで長期的に安定した口腔の状態を保つことが可能です。口腔内の環境を清潔にして虫歯やかぶせ物の治療を始めます。治療後は2ヶ月半から3ヶ月に一度の定期検診に通っていただきます。当院では治療終了後の定期検診が歯やお口の健康にとって本当の始まりだと考えています。定期検診を怠るとせっかく受けた治療は無駄に終わることになりかねません。痛くなければついおろそかになりがちですが、痛くないイコール大丈夫では決してありません。治療が終わってからも良い歯の状態を維持していただくために、ぜひ定期検診に通われることをお勧めします。80歳になっても20本以上の天然歯が残るよう私たちと一緒に頑張っていきましょう。歯が痛くなって歯科医院に通い始めたけれど予約の都合が合わず痛みが引いたため中断した経験はありませんか？中断をそのままにしていると大変なことになります。神経を取ったまま放置すると歯の寿命が縮んでしまうことがあります。
また、かぶせ物の型取りをした後に中断すると、型の作り直しになってしまうことがあります。腫れた歯茎をそのままにしておくと、以前よりももっと腫れてしまうこともあります。治療を途中で中断されると、結果的に通院回数も治療費用も多くかかってしまいます。このようなことが起こらないよう、歯科医師の指示のもと、治療が完了するまで継続して通い続けましょう。いいと思うので、ちょっと最後まで頑張っていきましょう。こんにちは。こんにちは。お願いします。当院は予約制となっておりますので、予約時間はお守りいただくようお願いいたします。こんにちは。すいません、今日の3時にご予約いただいてたと思うんですけど、お時間を過ぎてもお見えにならないときは、今後の通院の確認も含めてご連絡させていただくことがあります。また10分以上遅れられた場合は、治療時間が短くなったりお日にちの変更をさせていただくこともございますので、ご了承ください。すいません、木曜日の3時の予約をキャンセルしたいんですけれども。キャンセルされる場合は必ず2日前までにご連絡をお願いいたします。当日キャンセルや無断キャンセルを繰り返される方は、その後ご予約をお断りすることがございます。事前にご了承ください。私たちはご予約は患者様とのお約束という精神で患者様をお迎えしております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。10年後、20年後のあなたが幸せな食生活を送り、健康的に元気で長生きしていただくことを心から願い、私たちは誠心誠意お手伝いをしていきたいと思っています。当院で治療や予防歯科を継続し、お口の健康を保っていってください。